まあ、それにしてもね、あの、ま、あちょっと僕は、この間、えー、ちょっと風邪ひいて喉をちょっと痛めてたんですけども、まあ、なんとか良くなってきましたということで、ありがとうございますということでね。まあ、それいうてもやっぱ新潟市長選がね、まあ、気になるということで、まあ、あの、情勢、 新潟日報に変えてた情勢としてはですね、まあやっぱりその、えー、自民党が推す中原弥一さんと、えー、野党系が推すですね、まあ、小柳聡さんの、まあ、この事実上の、まあ、一騎打ちなのかなっていう感じがね。 え、すると、まあ、混戦状態に、ね、は間違いないんです。あとね、あの、自民主義だった吉田さん、えー、元官僚で北区長だった飯野さんというね。うん、まあでも、与野党対決のこの色が濃くなってきたということで、えー、どうなるのかなと、え、いうことでね、えー、あの、政局をチナウのチャオさんのあのノートにも書いて、そっちの方が詳しくね、書いてるんで、これはもうぜひ、お買い求めで。<laughs> <laughs> くださってですね、呼んでいただきたいなと。あの、本当にね、あの、なんていうんですか、あの、すごく詳しく、えー、この新潟市長選の、えー、情勢とかですね、あと、あの、最新情報ですね、あの、興味深い、えー、誰々がこういうことを言っていたと、えー、政治家の方がね、まあ、そういう情報まで載せてあるんでですね、まあ、これは、あの、新潟市長選どうなるんだと。 思う方は、ぜひ、か、えー、っと呼んでいただきたいなと。えー、政局を失うチャオさんの、ねえー、ノートの方をね、うん、と思いますということでね。うん、まあ、やっぱりね、本当その、何にしてもですね、野党の小柳さん、えー、小柳陣営はですね、まあ、もう一頑張り、えー、もう二頑張りいるんじゃないのかなという感じはしますよね。うん、本当に。 うん、まあそういう意味でもね、えー、この新潟市長選、やっぱりその沖縄県知事選からね、えー、沖縄県知事選、沖縄の富裕市商選、えー、そして沖縄の那覇市長選でね、こう、まあ野党は連勝してきてるわけですから、まあ新潟市長選もね、僕は頑張ってほしいなと思うんですけども、えー、果たしてどうなるかっていうね。 まあ本当に今日が最終日ですからね。まあ本当にこう、頑張っていただきたいなというふう思いますね、うん。やっぱりあの、政局をちなうの、チャオさんのノートもぜひお買い求めようっていうね。<laughs> 宣伝会ない話なんですけども。まあでもやっぱりあの、チャオさんって言ったらね、やっぱその、なんていうんですか、沖縄県知事選でね、やっぱり、 あの、最初の序盤ではですね、まあ、接戦かなとか、やっぱその、悲観的な見方をね、する方たちも結構ツイッターとかで言ってたんですよね。今回はやばいんちゃうかと。 えー、お長さんが亡くなってね、デニーさんで勝てるのかね、まあ、その中でもやっぱり序盤からですね、まあ、チャオさんっていうのはですね、まあの、えー、独自の情報とですね、あの、情勢調査の、えー、結果をもとにですね、もう大きくリードしてたっていうね、まあ、はっきり言って、まあ、その時から言えば、こう、逆張りにも見えるかのようなですね、あの、情勢のことを言っててね、本当に、 で、結果的にもですね、やっぱりその玉木デニーさんが圧勝したというね、えー、っていうのを的確に、えー、当ててですね、まあ、しかも独自情報もですね、ま、いろいろ変えてくれてたわけですからね。まあ、これはね、やっぱ選挙分析の、えー、女王って言ってもいいんじゃないのかなと。クイズダービーでね、あの <laughs>、三択の女王で、竹下恵子さんの <laughs>、 竹下恵子さんは3択の女王って言われてましたけども、やっぱこの政局ウォチナウのチャオさんは、選挙分析の女王と言っていいんじゃないのかなと、<laughs> どこまで持ち上げるんやよね、<laughs> まあまあ沖縄でもね、一緒にあの回らせてもらったとっいうのもありましてね、あの横田はじめさんもそうなんですけど、ジャーナリストの。うん まあ本当に、ま、いろいろね。やっぱ、詳しい人の話を聞く、えー、見るっていうのがね、一番いい話ですからね。あの、<laughs> まあ、まあ、その、身も蓋もないというか、やっぱ、詳しい人の話を、えー、聞く、えーね、ね、えー、っていうことがすごく大切やと思うんで、ま、ぜひ、えー、チャオさんの、えー、ノートを、え、買ってね、読んでいただいたら、あ、こうなんかなっていうのがわかると思いますんで。うん。まあ、まあ、本当に。 えー、まあいろいろね、まだ今後も選挙もありますから、えー、やっぱり来年の統一地方選、えー、参院選とかね、うん、沖縄でも3区の補選もありますからね、デニーさんが、えー、知事になったということでね、本当に注目、注目選挙というのはまだまだ、えー、これからあるということで、えー、僕も注目していきたいなと、えー、思いますということでね、えー、政局を違うのチャオさんの方もよろしくっていうことで、えー、どうもっていうことで、 チャンネル登録よろしくね。